こちら園田競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ先手を奪うのはどの馬か。里のティマー前に行きそうです。先手を取ったのはアリバウパーキング、その外からグローブアーバン、メジロスウェイ、そのうちに続いています。後方に控える形でイルーシブバーナー、すぐ後ろにシエラシューヌーズ、その後ろにリンドベルベット、並んで8番スライドオール、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度5番サトノティマー、レースを引っ張ります。隣にはアリバウパーキング、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭はアリバウパーキング、ここで先頭が入れ替わりました。サトノティマー、アリバウパーキング、2番手に控えました。3番手にイルーシブバーナー、絶好の手応え。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。イルーシブバーナー、ここで先頭に躍り出た。差を広げにかかります。サトノティマー2番手、手応えはどうか。あと 200m、 後続を完全に引き離した。2番手はメジロスウェイ、後続は大きく離れた。イルーシブバーナー圧勝、今ゴールイン。2着はメジロスウェイ、3着にサトノティマー、これが絶対王者だ。イルーシブバーナー